うおお。いや、醤油の甘い匂いが。みるみるランド。皆さんこんにちは、カタリストレーナです。今日はこちらの大根おろしと桜エビ、そして片栗粉と小麦粉で大根餅を作っていきたいと思います。先ほどですね、大根おろしヨーグルト蜂蜜を作ったんですけど、結構余ったのでどうしようかなと思ってたら、そのおろした大根を使って大根餅というのができるというふうに書いてあったので、早速作っていきたいと思います。一応レシピではですね、 200g のこの大根おろしを使うっていうふうに書いてあったんですけど、で一応この水を切って、まあ、絞りすぎないでって書いてあったので、ちょっとどれくらいなのかわからないんですけど、 200g ということでやっていきたいと思います。すごくその親切なレシピは分かりやすく書いてあって、小麦粉が大さじ2杯、はい、大さじ2杯入れて、中に片栗粉入れるともちもちするみたいな感じですね。やっぱもちもちしてる方が美味しそうでいいですよね。そうですよね。まあざっくりな感じですごい、はい、まあ見ての通りざっくりです。性格もざっくりしてます。ざっくりなんですかね、皆さんって。ざっくりです。結構おざっくりです。そしてあ、お塩、お塩が。血液型何型ですか？A 型です。はい、でも O も入ってる A 型なので結構いい加減な A 型です。はい、ひとつまみって書いてあったのでちょっとね、入れていきたいと思います。ひとつまみ入れました。で、あと桜えびも大さじ2杯って、しかも22で覚えてたら覚えやすいんで。はい、こういう感じで桜えびも入りました。エビの匂いしてきましたね。ね、桜エビ香りがいいからすごくいいですね。じゃあ混ざりました。これで分けて焼いていきたいと思います。はい、では焼いている間にこちらの焼き上がったらタレをつける、流し入れて味をつけるそうなので、このためのタレを作っていきたいと思います。醤油1とお砂糖、シュガー、はい、砂糖1杯と、あとお砂糖1杯ですね。ちょっとお酒多くなっちゃったかもしれないんですけど、こんな感じでこれをまずまずしといて、であとでこれを焼いたところに流し入れるということです。今こちらの焼き具合がだいぶに焼けてきて、この端っこの方とか色が変わってきてるんですね。なのでちょっとそろそろひっくり返してみようかなと思います。一応レシピでは油を使うって書いてあったんですけど、フレバストーンだと油なしでできるかなと思って今油なしでやってるんですね。今ちょっとね、ひっくり返したらこういう感じで火が通ってきたので、今度は、はい、こちらのソースを絡めて仕上げていきたいと思います。おお。いや、醤油の甘い匂いが。砂糖醤油だからくっつきやすいのかな。繰り返して味をつけていきます。団子の匂い、あの団子屋さんの前を通った時の匂いですね。そうですね。はい、じゃあこれで出来上がりということで、はい、食べていきたいと思います。はい、ではこちら試食してみたいと思います。今こちらが焼き上がってきました。美味しそうですね。美味しそうですね。美味しそうに焼けましたね。ではいただきたいと思います。食べてみましょう。この大きいやつを、はい、あ、美味しい。美味しい。
あ、めっちゃもちもち。箸持った瞬間もちもちって、うん、柔らかい。いただきます。しかもあ、ほんとだ、もちもち。いいよね。おいしい。桜エビがすごいいい仕事してます、うん、すごい香りがいい。あれ、これ美味しいよ。めちゃおいしいですね。これ大根ですよね、うん、なんか大根って感じしない。おいしい。これなんかソースとかかけても合いそうだし、うんうんうん、なんかこうコチュジャンとか辛い系でも合いそう。おいしい。これいいね、おいしいな、うん、めっちゃおいしいですね、うん、もっちもちでしょ、ほんと。すごい簡単なので、すごい簡単なので、うん、皆さんもぜひやってみてください。ありがとうございました。では、さよなら。またね。なんだろう、これすごい美味しいですね。これ美味しいな。